はい、皆さんこんにちは。私ただいま神奈川県、南足柄市に来ております。はい、SL230 がね、修理から上がってきて、まあ2本ぐらい3本ぐらいだっけ動画上げてると思うんですけど、本格的なね、本格的っていうのかな、林道、来るのは今日が初めてというかね、久しぶりなんですよ。なのでちょっとね、足慣らしっていうか、まあリハビリですね。はい、ちょっと走ってみようかな。よし、ではエンジンスタート。はい、じゃあ久しぶりの、林道を走ってみたいと思います。いや、久しぶりっすね。まあ舗装も舗装じゃないとこもあると思うんですけどね。まあ多分実質、まあ SL 乗ってないのは2ヶ月、修理預けてたのは2ヶ月ぐらいですけど、林道を走ったとなるといつなのかな、3ヶ月ぐらいね、多分林道走ってないと思うんですよね。まああの S 乗ってる時はね、やっぱりちょっと走り方も違うし、まあ基本は同じなんでしょうけど、ダートはねやっぱり違うじゃないですか。で寒いな、やっぱりな。まあそれとね、あれですよ、何久しぶりで言葉が出てこないけど、マイクテストもありますよ。はい、ノイズね、出てなきゃいいですけどね。なんか本当久しぶりっすよね。よし、ツーリストの久しぶりのダートでの感触なんかね、やっぱ乗るポジションとか忘れてますよね。まあ、もう転ばないようにソフト路線ですからね。まあ、路面の凹凸を感じながら、シールド閉めるか。結構風が冷たいからね、涙がちょちょ切れちゃう。なんかね、ステップとかもちょっと変わったんで、あとあの走行音もね変えてるんで、ちょっとやっぱり以前とは違う感じ。よいしょ、どうなんだろうな。以前よりね、ちょっとフォークオイルがね硬くなってるんですよね。あのフォークバルブはそのままっす。はい、
まあ硬くなってるというか、まあ一番最初にフォークバルブを入れた時、おお、木と同じぐらいの粘土になってるのかな。その後方向だけ一回変えてるんですけど、まあその時はね、純正の番手に一回戻したんで、でね、ちょっとやっぱり柔らかく感じたので、はい、またちょっと戻しました。どうだろうかね、結構石が、シールド曇るね。ちょっと開けたいけどこの状況で開けられない。えい、危ね。寒いから鼻水がズルズルですよ。よいしょよいしょよいしょ。いやいや緊張するね、久しぶりに。まあ久しぶりでね、転ぶ前提なのでちょっとガード類は外してきましたけど、おお、人が歩いてるよ。よいしょよいしょ、ほほほほ、なんか久しぶりだね。いや慣れないね、怖いね。全然慣れないよ、怖いよ、バイクの動きについていけないもんね。いやおっかなびっくりになっちゃうね。コースが取れないもんね。よいしょよいしょ、ひゅ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 。まあそこそこのこれ上りですよ。まあ動画ではね伝わらないと思うんですけど、ノイズ大丈夫かね。いや怖いからちょっとローで行こう。よし、いや力入っちゃうね。乗るポジションがねよく分かってないよね。